立法院の議員の背後に立つ、特、勤隊院中華民国海軍陸戦隊特勤隊は、中華民国海軍陸戦隊の特殊部隊である。存在は、初期行動法密であり、1995年の花共演習で、初めて公開された。現在の主要任務は、台湾南部の海域における反テロ、不法行為の防止における、警察処理、中華民国が駐留する、 国の特殊部隊の訓練の代行等である。1980年、航空特殊勤務中隊、中華民国憲兵特勤隊が成立した後、第三の軍特殊部隊として成立した。第一期の特勤隊長は、行政定査が営長の離輪連中高である。受験生は、常備士官から選抜される以外は、 別に両政帝探せの中の軍士官から志願者を選抜して訓練する。数多くの戦場訓練科目をこなし、通過者は最低でも継続して5年以上の服役を要求され、その後特勤隊へ配属される。現在、陸戦特勤隊と海軍水中爆破大隊は2004年に海軍陸戦隊両政帝探せ大隊に編入され、 その一中隊として連続している。任務に応じて数個招待が編成され、貢献招待、狙撃招待、爆破招待等があり、各招待若干名であり、招待ごとに進行度合いに応じて、船長訓練が行われる。その中で、特に優秀な隊員を若干名選出し、特別行動招待、あるいは非常行動招待として呼び出される。 選抜基準としては、家族3代にわたって、精錬潔白で、前科並びに、素行不良がないもの身長170センチメートル以上、60キログラムから80キログラムまでの、制限体重、裸眼視力1.5、IQ110 以上、武術をはじめとする格闘技経験者、体に、血管や入れ墨がないものである。 新兵訓練は12ヶ月を9ヶ月に短縮して行われ、おおよそ3段階に分けられる。第1段階は、体力訓練のため、毎日朝昼晩各自 10km 以上を武装して、走ったり泳いだりして、途中頻特速減により、素行不良者、成績が思わしくないものは訓練中止を命じる。この期間は、総合武術訓練。 山岳訓練及び遊泳等を行った後、最後に一周走らせ、95分未満の者は、訓練中止を命じる。第二段階は射撃訓練を、主とし並びにチームを組んで戦闘を行い、CQB、狙撃手訓練等を行った後、最後に一周走らせ、95分未満の者は、訓練中止を命じる。第三段階は総合して第一段階と、 第2段階を組み合わせて、訓練を行った後、最後に一周走らせ、95分未満の者は、訓練中止を命じる。以上、新兵訓練の3段階通過者、並びに志願者による、継続服役5年以上の者は、陸戦特勤隊加入資格を取得できる。ゆえに、毎期の合格率は5%以下である。陸戦特勤隊加入後は、継続して、 その他訓練を行う。内容は、高級特訓、格闘訓練、武器訓練、潜水訓練、反テロ訓練、空挺訓練、車両、集停操作、情報訓練、コンピューター訓練、その他未公開訓練等がある。1987年の岩湾監獄にて暴動が起こった際と、2015年に高押市で、 竹連般幹部など6人が脱獄し、武器を持って逃走した際に出動した。10月10日の中華民国国警備式典でデモンストレーションを行う特勤隊員10月10日の中華民国国警備式典でデモンストレーションを行う特勤隊員使用中でシグ MPX。ありがとうございます。